サンテチエンヌ大聖堂。ブールジュのサンテチエンヌ大聖堂は、主に12世紀末から13世紀末にかけて建造された四教座聖堂である。これは、フランスにおけるコシック美術の傑作の一つであり、その設計、ティンパヌム、彫刻、ステンドグラスはいずれも特筆すべきものである。その規模とコンセプトの統一性が織りなす美しさは、中世フランスにおけるキリスト教の強大さを、 示しくれる。その先駆的なスタイルは、ゴシック建築の中でも、例外的な存在である。長い間政党に評価されてきたとは言えないが、この大聖堂は、ランス大聖堂、シャルトル大聖堂、ノートルダムド・パリなどにも引けを取るものではない。1992年に、ブール寺大聖堂の名で、ユネスコの世界遺産に登録された。1195年に、 ブールジュ大司教アンリドシュリは、ブールジュ司教座聖堂の教会参事会に贈り物をした。これが、ブールジュに十一世紀から十二世紀の、いささか小さなロマネスク様式の聖堂を変えて、新しい大聖堂を建てることの出発点となった。これ以前にあった、教会堂について多くは分かっていない。ブールジュは古代ローマ都市アワリクムであったときに、 ガリア最初のキリスト教教同体を抱えた。その3世紀以降、キリスト教文化の中心が存在したということである。それは、現在の大聖堂の敷地に建てられていった4つの建物に引き継がれた。最初のものは3世紀に、セイユルさんによって建てられた地下礼拝堂。次が、ブールジュ大司教聖パレによる4世紀のもの。そして、同大司教ラウルド・チュレンヌによる9世紀のもの。 最後が、フランス王ロベール二世の弟であった、ブールジュ大司教ゴズランによる十一世紀初頭のロマネスク様式の聖堂である。ブールジュは千百年頃には、フランス王領の都市であり、王領の南端に位置していた。それはまた当時イングランド領だったアキテーヌ地方から、わずかのところでもあった。ブールジュの大司教には同時に、アキテーヌ・シュザ大司教の肩書きと権威が与えられて、 いたが、これにはしばしば意義が唱えられた。さて、現存する、ブールジュ大聖堂は、ロワール川以南で建てられた初のゴシック建築物であり、フランス王や大司教の威厳を示す上で重要なものだったと考えられている。当時は王領でなかった南仏に面する、フランス王領最前線という意味で、大聖堂は唯一の存在であることが求められたのである。ゆえに、 ノートルダム・ド・パリにも被験し得る大規模建築の実現、推進が決定されたのである。1195年以降に建設が計画され、1214年に建物の半分が完成した。新しい大聖堂の設計は単純だが、調和的なものであり、新郎を囲む礼拝堂を持つバシリカ式を取った。この新たな大聖堂で目を引くのは、側壁と、 内部空間の統一性だった。最初、大司教主理は、ノートルダムド・パリに触発されていたようだが、彼は1199年に没した。後を継いだ、大司教義オームド・ダンジョン、元司都会修道委員長は、建築内容の発展と以降の計画決定で、重要な役割を果たした。1209年に、ダンジョンが没すると、すぐに、劣勢式が行われ、 信者や巡礼者たちから寄付が殺到した。10年ほど中断した後、第二期工事が1225年に始まり、1230年には新郎と西のファサードが完成した。以降の工事においても、建築家たちはこれを手掛けた、最初の交渉、名前は伝わってないの計画をよく理解し、一貫性と計画の簡素さ、及び、 空間の統一性に寄与する欲労の欠如は保持されていた。1313 13年には、ひびが入っていた南の塔に支柱を入れる形で補強工事が行われたが、金を取り付けることは、その脆さのためにできなかった。1324年5月13日の性別式の時にも未完成だった北の塔は、15世紀末にはようやく完成したが、 1506年に早々と崩壊した。すぐに、ルネサンス様式を取り入れつつ、ゴシック様式のファサーとの調和も意識する形で、再建が行われた。この塔はかつて、バターの塔とも呼ばれた。一部には信徒たちから集められた資金が使われており、それと引き換えに市純説の断食が免除されたためである。ユグノー戦争序盤の1562年には、ブールジュがユグノーの手に落ち、 内陣とファサードの彫刻が大いに傷つけられた。19世紀の初頭に大規模な修復工事が行われ、屋根の周囲の補強が施された。しかし、それ以前には存在しなかった装飾性の強い小さな塔が屋根や控え壁の上に並べて建てられ、すっきりとした外観を壊す結果となった。また、この種の改修は、聖堂の内装にも加わっている。 今日のブルージュ大聖堂はロマネスクから19世紀に至る主々の様式のルツボとなっている。5つのポルタイユ、正面入り口を持ち5つの振動につながっている。西面は高さ40メートル以上を誇り、フランスのゴシック建築の中で最大である。その彫刻も巨大で、中央のポルタイユは最後の審判を大きく描き出している。 ブールジュ大聖堂は建築史上、他のヨーロッパの大聖堂に影響を及ぼした。ノートルダム・ド・パリはこれより前に作られているが、より後に再建された振動の丸天井には、その影響がある、他にも、ルマンのサンジュリアン大聖堂、クータンスの大聖堂、トレド大聖堂などにも影響を与えている。ブールジュ大聖堂で一期工事が終わった部分は、東端から西に向かって、 道外を観察していくとはっきりわかる。二期工事で作られた部分では、肥料の高さが拡大されており、また振動と、側廊の窓は、ガラスの面積を大きくするよう窓のモチーフを変えている。二期以後の工事の改築が始まり、1168年に完了した。交差廊の内産楼式バジリカで、半円形の内陣奥区平気、周波楼、および不規則な三つの歳出を有する。 この大聖堂の規模は目を見張らせるものがある。振動部幅対高さの比はおよそ1対1.6である。全12メートルの空間は激しく強調された支柱交代により、6分割のノルマン式、リブボールとのかかる角にベえ当てに区分してまとめられている。ブールジュ大聖堂は、欲狼が存在しないことと側老が二重になっている点で得意である。 ステンドグラスは古いものは13世紀に作成されたものであり、16世紀には地元の芸術家、ジャンルキュイエによって追加された。1300年頃に五分割構成の西ファサード完成をもって工事が終了した。交差楼のない13米五楼式の空間に二重周歩廊を備える半円形の内端部を加えた平面型はノートルダム大聖堂に類似している。しかし、 新郎壁面の構成は、それとは異なる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。